越妙高から在来線で長野まで来ました。で上越の方はね結構曇ってたんですけど、長野今めちゃくちゃ晴れてます。これからねこの長野を少し観光するので、まあ、いい天気になってよかったですよ。で僕ねこの長野駅には結構何回も来たことがあるんですけど、この長野市内をちゃんと観光した試しがあまりないんですよ。で今回はこの長野で2時間ほど時間があるので、その間に観光をしようと思います。それでやっぱり長野市の観光地といえば善光寺ですよ。なのでねこれから善光寺に向かおうと思います。僕善光寺は行ったことないので今回が初めてです。で長野駅から善光寺ってちょっと距離があるので、まあ、路線バスに乗るか長野電鉄っていう路線に乗って善光寺下っていう駅で降りるのがまあ一番楽に行ける行き方なんですけど、別に歩けない距離でもないんですよ。歩きで行ってもねだいたい20分から25分ぐらいで行けちゃうので、なので今回は行きは歩いて行って、で帰りは長野電鉄に乗って長野駅に戻ろうかなと思います。やっぱりねこういう知らない街を歩くのも楽しみの一つなので、もうこの道をひたすらまっすぐ歩いていけば善光寺にたどり着きます。もうだいぶ雰囲気が参道らしくなってきましたね。もうすぐ着きます。いや到着しましたね。意外とあっという間でしたよ歩いても。多いですね。このようなご時世とはいえ割と賑わってます。それでは参拝していきますか。お腹空いたな。ちょっと後で終わったら食べます。何か。はい、それで参拝もしたので、そろそろ戻ります。ちょっと時間の都合があるので、ね、まあ、あまりゆっくりはできなかったですけど、これで帰ります。まだねこれからお昼ご飯も食べないといけないので、あまり時間がありません。一旦長野駅に戻って長野駅で食べることにします。そう考えるとねこう電車で来て、で善光寺もゆっくり観光してお昼ご飯も食べようと思うとね2時間じゃ足りないですね。やっぱり意外と2時間っていうのはあっという間です。そして到着しました。ここは、善光寺の最寄り駅、長野電鉄の善光寺下駅ですね。この地下に乗り場があります。いやなんかすごい駅ですね。昔ながらの昭和感あふれる感じの駅ですよ。これ改札も自動じゃないですからね、有人の改札ですよ。それでここから長野方面の電車に乗っていきます。今回この JR 東日本の週末パスってやつ使ってますけど、これでこの長野電鉄も乗ることができます。この並びちょうど向こうにいますよ。なんだっけあれ湯煙号でしたっけ。特急がいます。はい、それで長野駅に戻ってきました。で今からお昼ご飯を食べるんですけども、次に乗る新幹線の時間まであと30分しかないので、まあ、できるだけささっと食べれるところで済ましたいと思います。まあ、蕎麦が無難ですかね。長野といえば蕎麦でしょう。それで長野駅でささっと蕎麦を食べたいときはここです。信州蕎麦中島会館。ここね僕何回か行ったことあるんですけども、ここがね一番いいです。はい、
ということで、だいぶ慌ただしくなりましたけども、一応善光寺にもサクッと行けて、で蕎麦も食べて長野をね観光できました。やっぱ2時間じゃ足りないですね。今度はねまたもうちょっとゆっくり長野を観光しに来ようと思います。ちょっと今日はねもうこの後10分後の新幹線に乗らないといけないので、まあ、どうしても時間がありませんでした。まあ、僕ね埼玉に住んでるので、埼玉から長野ぐらいだったら別にね来ようと思ったらいつでも来れるなと思ってるので、まあ、またね近いうちに長野は来てみます。それではこの長野の観光の動画は一旦これで終わりにします。またね引き続き次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。